だから意味を1500は意味を作らないと会話ができないからね。だってこの極東で日本がここまで優秀になったのはやっぱり漢字というものをしつこく使い続けたから。で漢字そのものは一時はモンゴル、朝鮮半島、日本、中国、ベトナムまで漢字でずっと実は喋ってたんですよ。発音は全部違うけど文字が同じ文字を使うから誤解なく意思疎通ができた。だからもうそれが最後に残ったのは日本だけ。もう中国も中字になった。まあ、韓国が今若い子にまた漢字教育を再開してるけれど、モンゴルなんかももう消えてるし、ベトナムも人の名前でちょっと残ってるぐらいで、もう全然漢字は残ってない。やっぱり漢字を残すっていうのはものすごいエネルギーがいった。だから、まあ、日本という国はやっぱりすごい国ですよ。こんな未だに読めへん時間でね、もうそろそろ死ぬ方が近いのに、っていうぞ。おじいちゃんこれなんて読むのって言われたら、いやいや分からへんなって。そういうね、そう僕はこれが素敵やなと思う。大抵の場合みんなもう70超えたら大体知ってるでしょ。世界の人は自分の国のことを。75になってもまだ分からへん。もうそのうちボケが始まるからもう分からんままいかんな。どこ行くに分からん。そんな深い国はない。まあ、若い人が作った絵文字はすごいよね。どんどん作れんじゃないですかね、今の若い人は。あ、もうそれはすごいと思うよ。先代も作れますか。まあ、無理無理。だって作ったるやつを覚える気もないよ。泣いとんのか笑とんのか分からへんから。老眼鏡かけな。民主主義、今ね、高校生にちょっと授業やってて、その民主主義と資本主義ちょっと違うなみたいな、その民主主義ってこう要するにこういう考え方だよ、こういう手続きだよ、こういう仕組みだよ、そのことと資本主義のね、なんか大きい会社が買っていくみたいな、そのちっちゃいコンビニが潰されてなんか違うみたいな、それがあの生徒たちの心にあって、じゃあ民主主義である主人公である一人一人がね、どういう勉強をすればその人民による人民の政治になるんだろう、人民主権というか国民主権になるんだろう、そういう話難しい話になってるんですよ授業でね。それでこれ授業にこう持ってきたいんですけど、その道徳ね、道徳って学校で教えんじゃないですか。でも親元が教わった帝王学ちょっと違うなっていう感じがするんです。で道徳では一人一人の国民が身につけるべきその何て言うんですかね、いい意味での常識にはならないんじゃないかなと思ってるんですけど、そこら辺どうでしょう。だからね、そのまあ、日本のこの教育っていうのは基本的に武士道の教育なんですよ、分かったのは。だから朝遅刻したらうるさいっていうのは、あれ武士の第一義っていうのは遅れを取るなの。武士はね、遅れたら話にならない、その男であれ女であれ。だからもう日本の教育は僕は全然しなかった、そのね。だからあんなの教師が門のところに立ってうるさかったいうの、こっちが金払ってんだから遅れるの勝手やろうと思って意地になって遅刻してた。そんなことは、お前たちは武士として生きていかなければならないんだ、日本人は。だから男の子も女の子も遅れを取ったらダメなの。だからもうスタートの時に遅れてるようではもう話にならない、その内容が何であれ。だからうるさいんですよ。それがもうね、70ぐらいになってから気がついて、なんで教師がそれを教えないのか、なんで我々は今お前たちにこんなうるさいのかっていう意味を教えない。少なくとも僕は誰からもそれを聞かなかった。
ただ遅れたら立っとけとか、本当にしょうもない、そんな世界にいたわけです。それはまあ自分で考えて、あ、武士道のことを僕が勉強するようになってから、こういうことかって分かったわけ。まあそんなことで武士道、武士を武士として育てるってこと。だから世界で時間を守るの日本人だけなんだな。ほんで時間を守るってことをできるから、その延長上にある約束が守れるんです。それは自分との約束を守るってことが訓練されてるから、人との約束なんで簡単に守る。だからいろんな世界に対する支援なんか、日本が支援しますって、日本だけなんですよ。首相が何歩変わっても一旦約束したことは絶対に遂行しとく。世界なんか大統領変わったらもう絶対そいつがいたから約束守れないからね、平気で。ほとんどの国なんて守らない、アメリカだってそんな守らない、中国ももちろん守るような、そんな約束をね、世界の国とやった約束なんか守らない。日本だけは絶対律儀に守ってる。だから世界は日本を信用できるんですよ。まあお前らもそうせえと言うのが、それはしようがないまあそこらが問題なんだけど、まあでもそれが武士道。そこにね、プラス大事なことはね、何かというと民主主義でしょ。民が主なる国、すなわち昔は権力者の数が少なかったんですね。皇帝であるとか、その、まあ、奉行さんとか、まあ、要はリーダーの数が少なかったから、帝王学といって権力を行使する人たちがどう生きなければならないかということを学ぶのが帝王学なんです。だから帝王学って名前だけでなんかおいしいもの食べられる学問かなと、そうではなくて、人の上に立って権力を行使する人間はどれぐらい自分を律せなければダメかということを教えてるわけです。だからもうそれの最たるものが明治陛下ですよ。めちゃくちゃ質素ですよね。その教えがあるから天皇家なんて、レシピがいまだに明治陛下のレシピで陛下はお食事されてるから、まあ言い方悪いけど栄養失調ですよね、まあ、地方で栄養を取ってもらうしかないんだけどでそれぐらいその身を律するということを帝王学を学んだ人はみんなやるわけです。習ったことない人は帝王学の意味がわからないから。でそれは何かというと、権力を行使する人は誰よりも自分の身を律さなければいけませんよって。で自分が発言することがどれくらい世の中に影響があるかということを自分自身は知ってなければいけません。だから発言には熟慮が必要だとか、そういうことが全部帝王学の中には書かれてる。でその中の最たるものが貞観政要といって、これは唐の時代の2代目の太宗皇帝という人の生き方を